たらカゴに餌を入れます。まずは、このカゴの口のところをこういうふうに開けておきます。で、これがまあカゴ釣り用の、尺になっていますので、こういうふうにすくいます。すくってこれを前へ押し出すと、餌が出ますので、これをカゴの中へ入れてこういうふうに押し出します。でこれで入ります。まあこれだったらまだ少ないんで、あともう一回で、このサイズにも SML っていうサイズがあるんですけど、これ S サイズなんで、一気にいっぱい入れたい方は L サイズぐらいを持っていくのがいいです。まあこれだと3回ぐらい入れないといけないん でこうやって入れたら、ここのチューブを、絞ります。で投げた時にはあんまり出なくなって、こう海に落ちてから、このここのカゴの網目からポロポロと、オキアミと周遊剤が、出ていくような、そういうカゴになっています。